はい、整体院ココア院長の金勝史です。本日も動画をご覧いただきまして本当にありがとうございます。本日はですね、便秘の方に向けたセルフケアをお伝えしようと思います。はい、毎日便が出てない方いらっしゃると思うんです。その方は朝できればね、これをやってほしいなと思います。朝いいですか、ちょっと今日お伝えしますね。腸のこと、朝活にしてもらえばいいかなと思うんですけど、で腸ってこう右の下腹部からこう上がってきて、大げさにやったらこういう感じで下がっていくんです。右で上がって横に行って、この左側で下に下がってっていう風になるので、まずはここにね便が溜まりやすいんです。右の下腹部、そうでここにこう触ると骨があるんですよ。腸前上骨棘って言って骨があるんですけど、ここにこの骨、これここの骨のところに手を置いて、こう内側に入ってきます。こういうふうに。でこの時に左右上下をこうやって押してください。ちょっと圧をかけながらやりましょう。圧をかけてやってください。でちょっと痛みがあると思うんですけど、そこはもう痛くない程度にやってください。でやったら今度上に上がってきて、で大体ここ便が流れやすいので、今度ここやったら右側の下をやったらこう上がってきて、今度ねこういう風にくるんですけど、まずは下からいきます。下から左の下、これも今みたいな感じで骨を探してもらって、骨の内側に根を入れて、これゆっくりぐりぐりします。痛気持ちいい程度にやってください。私も今触るとゴロ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 って言ってきました。それなんか反応があるんですよね、腸っていうのがゴロゴロゴロって。腸って前動運動といいまして、何もしなくても自動的に動いてるんです。その動きをサポートしてると思ってください。これで動くスペースがないから動けないんですね。まず下をやって、でもう一回戻って上行きます。上もこう胸骨がこう下まであるので、ここにあるので、ここの下ら辺をぐっと触ってもみもみしてください。横上下、もう一回いきますよ。今ので OK なんですけど、もう一回いきます。でこの右の下のこの骨を触って、内側に手を入れて横上っていうのやっていきます。で今度左側の骨を探して、またこう内側で横縦上下やっていきます。で最後にもう一回上を戻ってぐりぐりぐり上下左右やっていきます。今のが一通り流れなんです。これを3セットいきます。3セット朝できればやってほしいですね。はい、朝活ってやってほしいと思います。今こうぐる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 してきたので、はい、今日朝なんで今ねちょっと調子いいかなと思います。なので朝できればやってくださいね。はい、よろしくお願いします。で私まだ私のね YouTube 登録がまだおすすめでない方は、ぜひここに顔があると思いますので、そこに顔をクリックしていただいて YouTube 登録をお願いします。毎日情報を配信していきますので、お楽しみにしててください。はい、ではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。